野際陽子、若い頃の画像が美人すぎると話題に。野際陽子さんといえば、テレビドラマや映画で名バイプレーターとして活躍していた女優さんですよね。2017年に惜しまれながら81歳でこの世を去っています。ここでは野際さんの在りし日の姿を忍び、経歴や伝説のエピソードを振り返っていきましょう。超美人だった昔の画像もありますよ。経歴。野際陽子さんは1936年1月24日、石川県で生まれ富山県で育ち、3歳の時に父親の仕事の都合で東京に転移しました。5人兄弟の長女だそうです。立教大学文学部英文学科を卒業、同期にはなんとあの長嶋茂雄さんがいらっしゃいます。身長163センチでスタイル抜群の野際さんは初代ミス立教に選ばれるほどの美人でした。1958年に合格率なんと 0.3% という超難関を突破して NHK にアナウンサーとして入局します。伊勢湾台風の災害報道にも関わったほか、1960年から2年間はレギュラー番組の司会を週3回担当していたそうです。1962年 NHK を退職、翌年テレビドラマ「火の器」で女優デビューします。1966年念願だったパリへ1年間の留学をします。1968年テレビドラマ「キーハンター」が視聴率 30% を超える大人気、野際さんの代表作となりました。主題歌の「非常のライセンス」も野際さん自身が歌っています。これは自ら申し出ての歌手デビューだったそうです。1973年共演者の千葉真一さんと結婚、2年後に後に女優となる真瀬樹里さんを出産しました。1992年テレビドラマ「ずっとあなたが好きだった」で息子を溺愛する母親役で大ヒット。以降は着物姿の姑役が定着し、ダブルキッチン、誰にも言えない、スイートホーム、長男の嫁などに出演します。1994年に千葉さんが生活の拠点をアメリカに移したことをきっかけに離婚。それ以降も出演作が途切れることのない活躍を続けますが、2017年肺腺がんにより惜しまれながら81年の生涯に幕を下ろしました。体調が悪い中でも最後まで周囲にそれを知らせず、女優魂を突き通したのでした。昔の伝説エピソード。1966年かねてからの念願であったフランス・パリへの留学を果たします。ソルボンヌ大学で古典フランス文学を学び、同時にアリアンス・フランセージュにも通いました。そして1年後フランスのファッションに影響を受け、ミニスカート姿で颯爽と帰国した野際さん。日本でミニスカートが爆発的に流行したのはツイッキー来日がきっかけだったのは広く知られていますが、実はその7ヶ月も前に野際さんはミニスカート姿で公の場に登場したのです。日本で初めてミニスカートを履いた女性ということになりますね。1975年に長女を出産した時の年齢が38歳11ヶ月で、これは当時の芸能界では最高齢初産だったとか。1996年、野際さんはオールスター感謝祭で見事優勝しました。バラエティでも全力で取り組み楽しんでいたのですね。当時、60歳255日での優勝は最年長で、現在でも破られていないらしいです。何でも常識を覆していく野際さんがかっこいいですね。野際さんは闘病中であることはごく親しい一部の人にしか伝えていませんでした。公表してスケジュールを調整してもらった方がいいという声を断固拒否。女優なら引き受けた仕事は完璧にこなすべきとやり通したそうです。芸能人の葬儀では後日お別れの会を行うのが一般的ですが、野際さんの意思により行われませんでした。人の時間を奪うことはしたくない、そんな時間があったら良い作品を生み出すことに時間を使ってほしいというのが野際さんの考えだったそうです。その凛とした生き方には
本当に憧れてしまいますよね。若い頃の画像集、 NHK 時代の野際さんです。美人アナウンサーとして有名でした。1960年から東京放送局に赴任、おはようみなさんの司会を務めました。女優デビューした頃の野際さんです。清楚な感じですね。1963年頃の野際さんです。美しさが際立っていますね。千葉真一さんとのツーショットです。美男美女でみんなの憧れだったのでしょうね。キーハンター時代の野際さんです。このドラマは5年にわたり放送され、視聴率は 30% 以上を記録するほどの大人気になりました。 TBS ドラマずっとあなたが好きだったの有名なワンシーンです。マザコン夫の冬彦さんと息子を溺愛する姑の異常さは社会現象になりました。野際さんは意地悪な役もストレス解消になると楽しんで演じていたとのことです。どんな役でも野際さんが演じると不思議と品がありましたよね。年齢を重ねてますます演じ組みを増した演技で、ドラマにはなくてはならない存在でした。まとめ、野際陽子さんは若い頃には NHK のアナウンサーとして活躍していました。その後女優へと転身し、テレビドラマや映画で長年にわたり活躍、日本を代表する大女優になりました。パリに留学したり、日本人で初めてミニスカートを履いたりと、時代の先端を生きたかっこいい女性でした。闘病中にも仕事に手を抜かず、最後まで女優として生きた、とても芯の強い女性ですよね。野際さんはこれからも数多くの作品の中で永遠に生き続けることでしょう。心からご冥福をお祈りいたします。